こんにちは。こんにちは。ラブで、はい、負けちゃいましたね。負けちゃいました。まあ笑ってる場合じゃない、怒られちゃう。惜しかったですね。でも、でもすごいいい試合でしたよ。2試合とも、ね、3試合ともね。しかもお声も打ったりね。うん、そう、浅村選手すごいですか。やばかったっすね。ああいうのがゾーン入ってるって言うんですか。そうですね。やっぱりね、はい、本当のスターはね、はい、短期決戦強いんですよ。いやだって3試合で4本ですよ。打点すごいですよ。すごいですよね、はい。でも今ね、一つがっかりしたことあります。うん、はい、だから佐々木さんもですかっていう振りですよ今。だから佐々木さんですか。まあそうなりますよね。自分じゃ言いにくいじゃないですか。ごめんなさい。今ね、はい、何年やってんですか。まあ何年でも2ヶ月ですけど。まだ2ヶ月目なんですよ。もうそろそろ分かって、はい、今は振りですよ。すません短期決戦強いのはスターの証ですよね、はい、あれあれだから強かったんですか。うん、まあそうなりますけどね、までがあのゴールですよ。スターですよ、スター。すいません、本当に気が利かなくて。でもね、はい、おしかひょっとしたらと思いましたけどね。いや思いましたよ。だって結構本当こういう試合で1点差でしたからね。ね、最後もね、ギリギリのところでねっていうところですけど、はい、でもまあ去年の6位から比べたら3位、上出来じゃないですか。いやすごいですよ。だって監督もすごく若い監督に変わって、ね、あそこまで押し上げて、しかも則本がね手術して終盤まで復帰できない、で岸はね開幕戦投げて足あって、はい、ちょっと長くね、うん、なったっていうところで、もういろんなところでね、うん、完璧じゃなかったですけど、はい、3位良かったんじゃないですか。いやすごく良かったです。それで則本投手1戦目勝って、ね、いやもう本当になんか初戦取ったらその勝ち上がるって結構流れじゃないですか、うんうん、いけると思ったんですけど ねでもなんか終わった瞬間に荒れてますよね、はい、ラフテンさんちょっと荒れてないですか。いやいや、なんかすごいニュースがどんどん出てきますよね。シーズン終わった瞬間に結構ビッグですよね。ビッグですね。まあね、うん、前も言いましたけど、はい、平石監督がね、うん、若干退任されるんじゃないのかっていうね、うん、もうここでね、はい、言いたい僕は。いや私も本当にこの件については佐藤さんの意見を聞きたかったです。あのね、はい、どうなったら正解なのか最初に教えてほしい、うん。どうなったらっていうのはだからもしね、はい、仮にじゃ楽天じゃなくてもしよう、これもう12球団のことですよ、はい、楽天じゃなくても、はい、じゃもしじゃプロ野球球団の、うん、じゃ僕が仮に監督になりました、はい、前年6位です、うん、で何が正解なの来年っていう、この6位のチームを何位にしたらまず正解なの、はい、それは1年なの、それとも3年なの、5年なのっていう、うん、正解を教えてほしいですよね。だって今回平石さんって一番今までの若い監督、はいはい、松坂世代でなって、うんうんうん、だったらどこにすれば来年もできたんですかっていう話ですよね。そうそう、最初になんかノルマ欲しいですよね。そうですね、最低。いやこれ1年契約ですと、うん、6位のチーム、はい、優勝しなかったらクビです、うん。それこそきついぜっていう。そうですね。まあでもその契約を飲んで監督に就任したのならしょうがないですよね。そう、しょうがないですけど、でもだからそのコーチとかでもね、はい、じゃあバッティングコーチになりました、うん、去年のあのチーム打率これぐらいですと、はい、今年最低でもここはクリアしてください、はい、そしたら更新します、もしくは給料上げます、うん、っていうのがあったら分かりやすいですよね、はい、なんか今のプロ野球界どうなったら残れるのか、どうなったらクビになるとかがちょっと分からないですよね。ですね。平井さんの場合は本当に、ね、去年最下位から A クラスに行ったわけですから、うん、まあ称えるべきですよね。そうですね、うん、合格なるも欲しいですよ。欲しくないですか。合格その方がね、はい、明確な目標ができますし、ね、はい、まあ、もちろん優勝を目指してますけど明確になんかやりやすくなりますよね。そうですね。そしたら成功か成功じゃないかとか、うん、まあ、分かりやすいですよね、はい、でも選手もなんか島が、はい、いやちょっと柴選手って言ったらまあ楽天の顔ですから、はい、ね、もう楽天入団ですもんね。そうです、生え抜きで、ね、あそこまで優勝に導いて日本一になった正捕手でしたから、うん、ちょっとどうなるんですか佐藤さんこれ。まあでも多分減額制限だから、あの減額制限っていうのができて、はい、1億円以下だと給料の 25% かな、はい、以上を、うん、あの提示したら自由契約を選べる、はい、1億円超える年俸だと 40% を超える減額制限されると、はい、まあ、自由契約を選べるんですよね、はい、残留もできる し飲めないから他と契約しますってい う基本的にチームを離れるときは任意引退か自由契約しかないんですよ、はい、で任意引退っていうのは自ら辞めることですね、はい、自ら辞めると今後
その辞めた球団の了解なしに、うん、他の球団にアプローチできないんですよ。ああ、そうなんですね、はいはい、だから、うん、まあ、昔野茂さんが任意引退してメジャーに挑戦して、はい、それは防ごうっていうので、まあ、できたルールだと思うんですけど、その任意引退すると前のチームに拘束されるっていうのがあって、はい、でもその制限枠を超える提示をすれば自由契約を選んで他の11球団と交渉できますよっていうところもあるんで、追い出されるみたいな感じでなるのもシフトチェンジしなきゃいけないんで、チームとしてはそれもチームとしてやらなきゃいけないことだから僕はそれは正しい判断だと思うんですけど、個人としてやらなきゃいけないことはどの球団に行ってもしっかり結果を残してレギュラーになるのは自分自身の問題だから。ロッテから行って今へもね、なんか今へはなんか報道だけですけど、はい、実情の戦力外的な感じはありますけどね。まあ今井の場合はね、今年ちょっと病気もあったん で、 そうね、そういったところはね非常に難しいシーズンだったと思うんですけど、やっぱベテランになってくると、もう一寸先は闇なんで、能力が結果出せないとすぐ、まあどこの会社でもそうだと思いますけど、年俸高くて年齢上がって能力下がってくると結果出さないとすぐ切られるんで、まあだったら、まあ、そこはシビアですけどね。だって同じぐらいだったら若手使った方がいいじゃないですか。そうですね、しかも年俸も安いしっていう、そうそうそう、でね、ここから上るともあるし、年俸高い選手を切ってその予算で新外国人とか、はい、新しい選手を取ってこようっていうところにも使えるし、はい、それはまあ経営努力としては僕は正しい努力だと思うんですよ、はい、ってなったところで、あとは本人たちがどうするかってところですよね、うん、はい、いやなんかちょっとどんどんそのいい選手というか顔だった選手たちがなんか抜けていきそうで、すごい私はドキドキしてて。でも顔だった選手がね、はい、抜けていくと何が起こるか知ってます、うん、わかんない、新しい顔が出てくるんですなんか世の中って寂しいですねでもなんか美馬もなんか FA 逃げ上がしてますよね。そうですよ、でも今年美馬投手とかと銀次選手も FA 持ってるんですよね、はい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 、でどうなるのかっていうのはすごく、うん、こっちとしてはヒヤヒヤしてるんですよ。メディアでね、はい、調査ってよく出るじゃないですか、はい、美馬を調査してます。いや出てますね。なんとか鈴木大臣調査してます、はい、調査の意味知ってます？これはね、はい、調査とはね、はい、あなたが FA したらうち取りますよっていう意思表示です。意思表示のことを調査って言ってるんですか？はい、FA 宣言をする前に違う球団と交渉したらタンバリングって言って違反になるんですよね、はい、だから交渉、事前交渉できないんですよ、はい、でも FA する側っていうのは、日本の FA っていうのは FA するんですよね、はい、だから FA した時に僕を張り切って FA したけど、うん、取ってくれる球団なかったらどうしようっていう不安があるわけですよ。ありますね。あるじゃないですか、うん、FA したがいいがどこも取ってくれなくて、うん、結局出戻りで年俸下がるみたいな、足元見られてみたいなのがあるわけですよね、でアメリカのメジャーっていうのは FA するものじゃなくて FA なるものなんで、うん、全員が自動的に FA になるんですよ、はい、でも日本は FA するものだから自分で FA しますって言わなきゃ FA にならないわけですよね、でも下が最後取る球団がなかったら、あの昔過去に数例だけあるんですけど、うん、FA したけど取ってくれるところなくて出戻りみたいな、で、あの給料が下がるっていう、辛い張り切ってしたのに、張り切ってしたのに取ってくれる球団なくて、で帰ったら、うん、まあまあお家で雇ってやるけど、じゃあ最初の定時よりダウンねみたいな。そっか、元いた球団の方が立場がかなり高くなっちゃうんですよ、雇ってやるよっていうか、それかもう首もうや引退するしかないんですよ。そっか、打ち取らないよっていうのも球団できるわけですね、はい、そう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 、そしたら引退になるんで、はい、それは避けたいですよね。うわー辛い、だから足元見られる、でもその不安があるわけですよ、はい、みんなね、うん、ってなった時に調査っていうのは、はい、FA 安心してくださいねって、うち取りますよっていう。なるほど、じゃあ直接なんかその話に行かなくとも、はい、ニュースとかで調査って出したら、はい、あそこラブコール来てるんだっていう、そう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 、意思表示です、はい、そうか、タンパリングって言うんですね。はい、そうなんですよ、事前交渉ね、事前交渉、はい、これってほぼないんですか、あるんですか、どうなんですか。でも、まあ、事実上ないですけど、はい、あの そういう調査とか、はい、いい感じで来ますから、だからえ、そういうこと、全く球団関係ない、だから要は球団内の人が行うとなるんで、はいはい、全く関係ない人が、あそこの球団なんか FA したら取るらしいよとかね、記者さんとか、いやそれはまあ言わないですけど、あ、なるほどFA 権持ってた人ですからね、佐藤さんもいろんなのが来るんですよ。へー、でもこの時期ちょっとなんかそわそわしますね、はい、あとはその FA するかどうかを調査するっていうね。
するかどうか FA 権持ってるけど本当にするのかな、はい、もしするってなると予算をまず作らなきゃいけないんで、はい、あ確かに、はい、だからするかどうかを調査するっていうね。それはちゃんと調査してんですか。いやだからそれはまあ人伝いに来ながら FA どうなんやろな、する気あんのかな、するのかな、うん、するんだったら行くんやけど、うん、まずねお金もいるから、はい、そこもストップもしなきゃいけないし、うん、あと FA してくれるんだったら違う補強の分野をそこをやめてこっちでいいわけじゃないですか、はい、でもここ FA しないんだったらこっちも考えなきゃいけないし、はい、だからあの今で言うと鈴木大地が FA するかどうかは、はい、鳥谷とかにも結構重要な問題だと思うんですよ。なんで鳥谷選手がですか。鈴木大地が FA した場合、はい、鈴木大地取りに行くけどだから内野手欲しいと、はい、あで鈴木大地が FA した行くけど、はい、しないんだったら、うん、鳥谷取ろうかなみたいな。あーなるほど、このポジションいるからドラフトで取ろう、でもこの意図がしたらこのドラフトいらないから違うポジション取ろうになるんで、うん、この何気にプロ野球界のこの FA とかいろんな問題の動きっていうのは、うん、アマチュア球界のドラフトされるかされないかも結構影響します。あなるほどな、でもトップクラスはそらね、奥川君とか佐々木君とかそうトップクラスは示されますけど、うん、この4位5位のこの人たちはプロ野球団の移籍によって取られるかどうかが決まるんで、はい、何気にアマチュアの野球選手たちにも非常にこの行き来の問題は大きい問題なんですよ、うん、あだから FA するかっていう調査もまず必要なわけですね。そうそうそう、いろんなこともねその後考えなきゃいけないから、はい、FA するかどうかの調査プラスあなた FA したら取りますよっていう、あなるほど、ラブコールですよ。まあ、じゃあこの後 FA もどうなるかって多分まあどんどんニュースは出てくるじゃないですか、はい、その選手たちがなんで FA したかっていうのは動画撮りましたね。動画撮りましたね、はい、この後出ますね、はい、FA のねあの理由かっていうね当てはめて見ていただくとまたさらに楽しいかもしれない、ね、だから福田選手はね、はい、まああの理由ですよね。あなんとか型っていうね。そうですね、うん、だから鈴木大地が仮に FA したらまああの形ですよね。おそうですね、うん、ちょっとそれも楽しみ見ていただければ。そうですね、まあどうなるかどうかね、はい、まあ、あんまり僕には関係ないですけど、うん、ファンの皆さん関係あると思うんで、はい、まあ、ハラハラしながら見てください、はい